デザインしてもらえそうでよかった。早崎組合長も言っていましたが、あの作業服を着るとどこかへ出かける気分で仕事ができそうですね。ありがとうございます。うちのデザイナーは才能がありますから。ゆき、はい。一目で心惹かれるような素敵なデザインが私の取り柄。女だったら一度は着てみたい、着てみたい。そんなドレスも作ってみせる。ここはオータクチュールの会社のトップデザイナー、マヤさん、アンナさん、そしてあそこにいるサキさん、3人の熾烈なトップ争いが今繰り広げられようとしています。今回採用されたデザイナーにはハニークリーパー社との特別契約が約束されています。世界に名前を売り出す絶好のチャンスだからさ、頑張ってよ。はい、はい。この世は結果が沙織さんのことをすっごく気に入ったみたいでですね、どうしてもお願いしたいって言うんです。あ、り、え、な、い、作業服を作るオートクチュールなんてどこにあるの。え、絶対ダメだから。ダメなもの、ダメなの。沙織、会社辞めてさ、独立したら。やめちゃいなさいよ、今すぐ。どうした、まだいたのか。広瀬課長、どうもこうもないのよ。沙織がね、畑で着る服をデザインしたいんですって。別にいいじゃないか、やってみたら。どうして。広瀬課長、泥まみれになる作業服よ。沙織ちゃんらしい面白い発想だな。やったー。沙織、お弁当を買ってきて。お弁当ですか。一番高いやつ、全員の分買ってきて。皆さんの分ですか。何度も言わせないでよ。早く行きなさい。誰もいない。そういうことか。何を悪いことしていないのに、私の心はいつも屋上から人が飛び降りようとしてるんだって。え、かわいそう。よっぽどのことがあったんだね。ああ、いや、落ち着いて。私たちはどうすることもできないのか。あなたの思いは分かりました。特別にあなたの願いを叶えてあげましょう。はい、ここは霊界黄泉の国。ここは霊界の入り口です。霊界の入り口。そうです。あなたの涙を私は知っている。どんな
戻らなければなりません。でも私もう戻りたくないんです。だからまだまだ長い人生を歩いてほしい、そう願っている魂がいるのよ。魂？この子と一緒にユウを現世に送ります。ユウって誰ですか？一緒に送るってどういうことですか？時間は直前にするか。いや少し前の方がやりやすい。では午後11時ということで。分かった。こんにちは、お姉ちゃん。あなた誰？僕はユウ、ユウって呼ばれてるの。ユウくんはここに住んでる人？そうだよ。でも僕はもう人間じゃないから人とは言えない。僕はユウ、僕はお姉ちゃんの味方だよ。僕は心が読めるんだ。心が読める？だから僕は知っている。僕がお姉ちゃんを助けてあげる。僕の姿はお姉ちゃんにしか見えないから。だから心配しないで。アリエナイエ、作業服を作るオートクチュールなんてどこにあるの？サオリ、お弁当買ってきて。一番高いやつ全員の分買ってきて。何度も言わせないでよ。早く買っといで。僕のエネルギーをお姉ちゃんにあげる。どうして私が弁当買いに行かなきゃいけないの？自分で行けばいいんじゃない。沙織、沙織、あんた誰に向かって喋ってんのよ。あんたに決まってるだろ。何なのよその言い草は。心の中を見透かされて驚いた？それともまだ心を読んでほしい？初めてだね、泥棒みたいな仕事。意地悪な人間を懲らしめてやるんだ。いい仕事じゃないか。泥棒の仕事とは、仕事とは、音を立てずに忍び込み、そっと盗み出して、明日のコンペ用の審査文書が盗まれた。嘘。嘘じゃない。格納庫はすっからかんだ。何があっても明日までに新作を発表しないと大変なことになる。だから頼む、何でもいいから作ってくれ。チャンスだよ。チャンス？そうだよ、自分のデザインをコンペに出せるんだよ。チャンスじゃない？そうだよ、やろうよ。さあ始めよう。その前にオープニングショーをご覧いただきます。
大木沙織さんです。沙織さんです。ちょっと待ってください。昨夜私たち3人の作品が何者かに盗まれたんです。あんたがやったんでしょ。白状しなさいよ。私そんなことしてません。確かに盗難事件は起きた。でも今朝には全て元通りに返されていたんだ。あなたたちの作品は残らず出品できたじゃないか。それに比べドレスが盗まれたことを知った沙織ちゃんたちは一晩徹夜をしてそのドレスを縫い上げた。むしろ不利なのは沙織ちゃんじゃないのかな。はい。優しさをコンセプトに私たちは沙織さんのデザインを採用し続けたいと思います。私を採用し続ける？そうです。ありがとうございます。汗を流して命を育んでる農家の女性たちが着る作業服のデザインをしたいんです。わかりました。応援しましょう。ありがとうございます。本当にありがとうございます。君と僕、私とあなた、明日へ歩いてゆこう。広瀬さん、沙織ちゃん、ありがとう。
大好きな仲間たちと過ごすことのできたこの時間と皆様の温かい心を私たちはいつまでも忘れません。